さあ、というわけで、はい、ピザラジロケでございます、はい、本日は荒玉書店さんにやってまいりました神戸神保町、はい、今日はですね、はい、昔のアイドルの写真集とかがある古本屋さんらしいんですけども、はい、まあ、僕らも一応青春時代を過ごしてきて、そうですね、いろんなアイドルの方見てきたわけじゃないですか、はい、なんで、まあ、世代も結構変わってくると思うんで、はい、ちょっと掘り出しも見つけて、はい、もうなんならあの予算1万円で僕ちょっと預かってるんで、はい、写真集買って、はい、勝手に視聴者さんにプレゼントしようっていうそういう俺たちがもらうわけじゃなくて、そうそうそう、なぜか視聴者に送ると送るっていう企画らしいです。僕もよく分かってますけど、はい、予算を伝えていきましょう、はい、早速入っていきたいと思います、はい、綺麗だなアグレスラム、綺麗な人だった、綺麗な人だったんだ、ね、藤崎奈々子、うわ今も変わってないですよね。変わらないですね。大石さん世代じゃないですか。僕ガリガリゴリゴリっすねこれ。うわ中根かすみさん、うわうわ、あのソフトバンクの和田の和田さん、和田選手の奥さん、奥さん、うわ好きだったな俺、うん、でもねもうちょい前世代なんですよ僕。で僕もそうなんだよな、うん、これでも50音あじゅんちゃんもなんか50音っていうか雛形あきこ、あーまあまあまあもう誰しもですよね。イエローキャブ、ちょっと真剣に選びますね真剣に選びたいか、俺も真剣に選びたい。あ、浜井翔ちゃんなんて YouTuber の方と結婚されて、最近なんか感じいいですよねこの方。てか今インスタとかたまに見てますけど、あめちゃくちゃ未だにお綺麗っすよね。ね、可愛いって感じですね、うん、同い年だこれ多分。浜田翔子ちゃん。そうなの ?85 年生まれだ多分。今もうそれで知ってる気がする、この頃からロリ萌えとかっていう言葉があったロリ萌えなんですか。最近好きなグラビアアイドルとかっていっぱいいるんだけどな。あの鈴木文奈ちゃんとか。あ、はい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 、すごいね俺もうザ・体目当てみたいな感じで綺麗な方で鈴木文奈さん、ね、なんかそのおっぱいの形だけでそのグラビアアイドルの名前を当てるみたいなクイズで僕彼女だけ正解しましたそうなんだ、はい、ちょっとおじさん見つけました僕の青春時代のグラビアアイドル。もう僕ほんと好きだった。誰？小学校の時加藤玲子さん。うわ俺も好きだった。めっちゃ好きだった。90年クラリオンガール俺5歳っすよ、5歳で僕何見てんだって感じですねすげえ好きだった俺小学校の時に好きだった。小中学校の時にもうすげえ可愛い。可愛いね。うん。でもこういう感じでエロ本見てたもんこれってなんかコンビニに。いや絵になるね。絵になるわ。あれねえかなみたいな感じで。じゅんちゃん及川奈緒さんとか。いや及川奈緒さんはもうだって。あなんか最近？多分最近ね元 AV とかやってただよね。上がってからの。あと中村玉緒さんとかね。中村玉緒、中村玉緒さん、中村玉緒だっけ、なんとか佐藤、佐藤玉緒ちゃん中村玉緒ちゃんとか言ったら殺人に切り殺されんじゃねえ俺あと磯山さやかちゃんとかね、ああ俺めちゃくちゃ好きだったわ。今でも好きだけど、うわこの写真めちゃくちゃみんな知ってますよねこの写真、この写真石田ゆり子光の何この伝説の写真ほんまや大女優よ。お二人姉妹で撮られてるやつ、うん、うわ井川遥かかじゃあ井上若も探そうじゃん俺めちゃくちゃ好きだったわ。若パイ、若パイめちゃくちゃ好きだった。若パイね、なんか俺ああいう女の人と結婚したいと思って東京出てきたんですよああいう人東京にいるんだみたいな。井上若ちゃん探そうよ。あ、あったよこれ、よく見なかった。あ、見る、めちゃくちゃ見る。めっちゃよく見なかった。めっちゃ見るヤンマガとかでね出てた、めちゃくちゃ可愛いじゃん。なんか、あれだもん、やっぱどこかその当時の自分を追い求めてるっていうか、夜のお店とか行ったらやっぱこういう女性いないかなって探しちゃう。うん、やっぱ素敵ね。榎本かな子さん、うわ佐々木の奥さん、最近ね、カレー屋やってるんですよ。そうなの、横浜でカレー、なんでそんな情報知ってんの。すごい綺麗。へえ。しかもちゃんと店立ってますからね。あ、そうなんだ。1100円ぐらいで美味しいカレーやってますよ榎本さん。
かなこってやつ行ってあげてください。あ、行こう、うん、熊田陽子、安田美沙子。うわ、安田美沙子好きだった俺、めちゃくちゃ好きだったわ。こうね、グラビアアイドルさんがこうバラエティでご活躍されたもう全盛というか、なんか喋り方もね、なんか柔らかくて強弁でね、強弁弁でね、可愛いっすよね。マミムーメンも、うわ、前田愛ちゃんとかね、前田愛ちゃん、学校の会で、うわ好きだった俺、人として好きだったわ会ったことないけどなんか役者さんとして好きだった俺、すごいよく見てた、この人が出てる、ドラマとか。安田美沙子いたわ。こんな可愛い人さ、身の回りにいないよね。あ、ありました、渡辺真理奈。めっちゃ綺麗。ノートブック、しゅんちゃん見つけた、森高千里写真集。え、これいつのですか。これ多分あの片足1億円保険がかかってた時だよ、きっと。めっちゃ美人じゃん。で、そろそろ選びますか。いや、上もある。あ、上もある、はい、ってこと。あ、この螺旋階段状に、21年前。うわ、市川由衣ちゃんとか高校時代好きだったな。じゃあ、すごい。どうも、すごい、え、すごくない、フラッシュ、フラッシュだな、すごくないこれ。あ、すごい。しかも俺が1枚目に撮った伊藤優子さんだ。俺めっちゃ好きだった、これ配信でもよく言ってる。ちっちゃい頃、初恋の人伊藤優子さんすごい好きだったこの子誰だっけ、猛子、酒井若菜、すぐ出てきましたね。世代ですよね。IWGP とかでも出てて、これエビちゃんじゃねえの。あ、違う、あれだ、なんだっけ、やめちゃった子、岩佐舞子。そうだね、フライデー以外もあります。あ、フライデー以外も別にフライデーに固執してるわけじゃない農場なんかすごい、俺この時代全然世代じゃないけど、いい時代だっただろうなって想像できるわ郷ひろみさんだからね。今の方がかっこいいじゃん、うん、あ、やんじゃん、あるわ、うん、なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、ふかきょん、うわ、鈴木亜美、同世代だ、なっちゃん、やば、俺超世代だこの辺、うん、ちょっと待った、川村ひかるとか超懐かしいマジで。お、佐々木のぞみさん、え、この辺りから、え、めっちゃ可愛い、めっちゃギャルだったの。え、佐々木希そんな可愛かったの。そう、いや、もちろん今も可愛いけど、今も、うん、なんかね、これもう出始めてるんだけど、ヤンジャンでマジでなんかあの素人さんを特集するみたいな、あの地方の可愛い子を写しましょうみたいな感じの時にもうすでに輝いてて、多分これのもう1年半年ぐらい前かな。なんかこれ見たら渡部さん罪だなと思い始めてきたわ鈴木愛理ってこんな可愛かったんや、言い方あれだけどああ、こんな可愛かったんや、こんな可愛かったんやあ、プレイボーイここなんだ。あ、菊池桃子、状態めっちゃ良くないですか、ね、結構古いんじゃないかな。昭和53年だって生まれてないよ。ボーイさんも生まれてますね。俺も生まれてね、俺55年だもん。ずっとプレイボーイじゃんこれ、どんだけプレイすんのボーイ。なんかこういうのを電子書籍になっていくの寂しいな。確かに ね、 ね、残っててほしいですね。うん、結城まおみ、高学歴、めちゃ可愛いね。タレントさん、めぐみさん、あー、まあね、もう僕らの青春っすよね。青春っすね、やっぱリアディゾンですリアディゾンやっぱ出てくる。いや、これでも全部触れてったらもう切りないっすね。ねえ、だってコマネチから勝たなきゃいけないっすよ、そしたらていうかコマネチすげえあるんだ、コマネチの全てっていう、すげえ人気だったんじゃないですか。べっぴんとかなんかああ、
べっぴんってあったね。あ、マジですか。あったあった、べっぴんスクール。 AV 女優の方が出てんだ。あ、デラべっぴん。デラべっぴんね、よく聞いたよね。名前は知ってるけど、ホットドッグとかないの？ホットドッグ、俺中学校の時とか見てましたよ。俺ホットドッグでいろいろノウハウ学んだわ、ね、学びましたよね、デートの仕方とか。どこ、あ、いや、これだ、うん、ホットドッグプレスね。難しい、これでなんかね、教えてくれるんですよね。ほら見てよ、デートの俺撮ったやつが女の子のエッチ盛り上がりハットだ。なんかあったんだよな、俺が実践してたホットドッグ。実践してたホットドッグ、実践してこれはやんなきゃダメだぞみたいな。モテを勉強するんですよね。そう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 、女の子攻略戦術書とか。マジでこれおもろいんだよ。これ欲しいな、配信で紹介したいわ。広瀬涼子さんの、うん、めっちゃかわいい。あ、たべちゃんだ。え、サイン入りだし。たべちゃんかわいいっすよね。めっちゃかわいい、大好き俺。一番好きかもしんない。うん、わかる。最近またすっごい綺麗になりましたね。綺麗になった。じゃあ僕の視聴者プレゼントはこちら。じゃん、2000年発行してるホットドッグプレス。実際に僕これ見て恋愛の勉強してたんですよ。私たちにもっと触って、最新アンケートで分かった女の子たちのタッチ願望。タッチ願望。あとこれ大事、タイプ別美少女生態図鑑。これを見て、なるほど、このタイプはこういう風に口説くんだって勉強してました。しかもちょうど見てたんじゃないかな、2000年だから。そうだね、21年前、俺が高校中3から高校生にかけて、これマジでド直撃。出てる方たちも、フカキョン、酒井若菜ちゃん、うん、田中玲奈、ワンギャル、本上まなみさんとか、小池、俺が欲しいこれ。じいちゃん、俺決めました。はい、おじさんは、あの渡辺満里奈さんのノートブック、これおしゃれだよ。めっちゃおしゃれ、家にインテリアとしても着たい。はい、2 、うん、リアデゾンもさ。はい、この2つ、いいね、なんか、この2つをちょっと視聴者の皆さんにプレゼントしたいなというふうに思います。はい、というわけで、うん、新玉書店さんからお送りしましたけども、うん、まあ、この書店もものすごいたくさんのアイテムがありますので、うん、ぜひ皆さん一度覗いてみてください。ストイコビッチもあった。ストイコビッチ、すごい、買って帰ろうか。